チャーグランプリサイバーフォーミュラ、新たなる挑戦者。西暦2015年、藤岡サーキットは興奮に包まれていた。第10回サイバーフォーミュラワールドチャンピオンシップ最終戦日本グランプリ。この年デビューした弱冠14歳の少年ドライバー風見隼人、同じく14歳の天才カール・リヒター・フォン・ランド、そして葵の若武者新庄直樹。彼らの中で真っ先にチェッカーを受けた者がワールドチャンピオンの栄光を手にできるのだ。トルネードバンクで繰り広げられる三つどもえの激しいバトル。そして真っ先に最終コーナーから姿を現したのは、スーパーアスラーダゼロワンであった。僕もいつか風見隼人みたいになるんだ。絶対になるんだ。Let me dance the music I want. Surely I have no fear to talk. I'm gonna see you on a Monday night. So baby, don't think of me so bored. Always I feel I'm falling in love. Can't wait, even I know you know well. I think I'm not a monster for you, but baby, I just do want to get to know. Wanna knowドライバーの特徴を記憶するために、オンコースの1周目はサポートを行います。